ルビ定食でございます。ありがとうございます。でこちらがメガ盛り定食でございます。うちは結構こういう風にスペックで切りやすいようにしてもらって届けてもらうっていう形で、そこから手切りで加工していくっていうのが多いんですけど、今回はちょっと近江牛のロースの上にあるかぶりの部分なんですけど、これ近江牛自体がすごく美味しいんで、できるだけまあ切ったやつはその日に使い切れたらいいぐらいで仕込んでいくんですけど、これだったら特選で売っても大丈夫かな。どちらの、これはもう和牛カルビか特選カルビのどちらかで使っていくんです。サシが綺麗なところは特選でまあ使わせていただいて、まあ買い物は有名でまあ人気だめ部位なので、結構特選和牛カルビで使わせて、ヘッドバラっていうところ、まあ、ここもすごいいいお肉もついてて、特選和牛カルビとかで出したりとか、まあ、もちろん刺しの具合とかを見て和牛カルビで使ったりとかもあるんですけど、選別するわけですね。そうですね、まあ、やっぱお肉のその牛さんでいろいろ刺しの形とか違ってくるんで、まあ、そこはしっかりと吟味しながら、こちらが単元で単先っていう形なんですけど、うちは厚切りはもうこの端元のところしか取ってなくて、おお、もう、まあ、もう厚切りも厚切りも手切りでいくわけですね。厚切りは手で、まあスライサーの時もありますけど、手でも全然綺麗にいける感じですね。まあ、ただ厚切りにさせてもらってる分、やっぱりこのままだと食感もまあ柔らかいんですけど、もっと美味しく食べるんだったらこうやってスリットを入れさせてもらって、そうすると分厚いんで火が入りにくいんですけど、中まで火も素早く入るんで、大体はもう1本から、まあ、これで1人前取れるか取れんかぐらいのやつしか取れんので、こちらがランチで使う、ランチで使わせてもらったお肉ですね。こんな感じでカットは一緒なんですけど、まあ、こちらこの後ちょっと加工させていただいたりして、できるだけ柔らかくお客さんに提供できるように。基本的にお昼の定食っていうのがご飯とスープとお漬物と、あと今は人参のナンブルをメインで、お漬けしてるんですけど、それ以外はお肉の種類お客様に選んでいただいて、ご注文いただく形になってます。大盛りも無料、はい、ご飯のサイズは大中小選べまして、
大盛りももちろん無料で料金変わらずでやらせていただいております。まあ、ミニサラダ追加、キムチに漬物を変更、チゲスープに変更とかではちょっと追加料金をいただいてるんですけど、お客様のお好みに合わせて一応選んでいただけるようにさせていただいております。で、あ、いいですか。で、はい、まあ、大盛り無料ってあるんですけど、まあ、例えば、まあ、おかわりってなるとまた追加料金ってことで。あ、そうですね、おかわりは単品で追加で注文していただくんですけど、まあ、大サイズ 350g 入ってますので、結構なお客様はまあボリューム満点だと言って満足していただいてます。そうですか、ありがとうございます。はい、で、あとはまあ牛八、うち倉敷店と岡山店あるんですけど、あの岡山店限定でこの平日限定の牛八定食っていうのをさせていただきまし、いただいておりまして、まあ、20食限定でこちらのメニューでだけあのキンパとチヂミがあの単品のメニューにないものもついているっていう形で、平日のランチのみで限定で提供させていただいていますので、まあ、こちらをちょっと売りにして提供していけたらなと思っております。しかもお肉とかも和牛カルビとハラミと牛タン塩っていう形で、まあ、牛八でめちゃくちゃ人気のメニュー3つが揃っているものなの でサラダもついて卵スープもついていてという形で、牛八のいいところを詰め合わせたセットとなっておりますので、うん、よろしければご注文いただきたいなと思います。あったらこちらってことですよね。はい、もう一番推しですね。まあ、ランチタイムは平日限定ってあるじゃないですか。はい、こっちは土日とかでもあったりするのか。こっちは土日もさせていただきます。ああ、なるほど。土日のちょっと、まあ、牛八で名物にしていきたいようなメニューももちろんランチタイムでもご注文できるし、まあ、その他にも注文し、まあ、牛八で夜ご来店された時にお好きなものがあるお客様は昼に来てももちろん注文もできますし、ドリンクもアルコールも OK で注文できるようになっております。で、まあ、その他単品メニューも、まあ、手頃なキムチや、ナムル、枝豆とかそういったおつまみ系も、しっかり提供することできるので、昼に、まあ、いわゆる昼飲みとか、まあ、この地域では少ないんですけど、あのしたいお客様とかがいたら串焼きビビンバでも全部注文できるようになっておりますので、よろしければ。あ、カルビ定食と、うん、まあ、多分これ本当にあの、うん、ちょっとお小遣い制の社会人の方とか、うん、無理してとか多分気になる部分でもあったりするんで、うん、あとはこっちかこっちなんですよ、個人的に。どっちがいいですかね。こっちのメガ盛りでいい。、まあ、カルビ定食でございます。ありがとうございます。こちらがメガ盛り定食でございます。わかりやすいようにこちらは小サイズで準備させていただいてまして、はい、こちら大サイズでご用意させていただいてます。はい、中はまあほんとこの中間ぐらいの量になるんですけど、まあ、メガ盛りで大にしたら結構なボリュームになりますの で、ね、牛タンなんですけど、こちら熟成牛タン先っていうメニューでございまして、まあ、たあの牛タンの、まあ、先の方はちょっと硬い部分なんですけど、こちらはちょっとあの柔らかくなるように、まあ、調理させていただいておりまして、あの、まあ、お手頃な価格であの牛タンを楽しめるように、作っているメニューでございまして、こちらはカルビ、こちらはサガリ、あとホルモン、こちら、まあ、お肉が4種類入った定食となっております。これホルモン2種類になるんですか。例えば基本的に2種類で、味噌のベースのものと醤油ベースのもので、味噌はニンニク風味がありまして、醤油の方はどちらかというと生姜の風味があるタレで仕上げています。
タンもね開けるとなんか感じです。ランチって感じですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。とってもリーズナブルで、すごいボリュームのある美味しいお肉。お腹いっぱいになりました。ありがとうございます。はい、で、ちょっといろいろとなんかお店の方から何かあれば。はい、まあ、コロナ禍から実は平日ランチっていうのをスタートしまして、あれこれ 2、3年で平日ランチやっている状態で、まだまだ認知が正直少ないところが多々あるんですけど、来られるお客さんに平日ランチすごく喜ばれて、今後も継続して続けていきたいなと強く思っています。この動画見たらぜひ牛八岡山店平日ランチ、もちろんディナーもお待ちしておりますので、ご来店よろしくお願いいたします。お願いします。で、なんかちょっと一つ気になったんですけど、いろんな系列店があって、はい、それこそ僕が前に行った鴨方にある焼肉ハウス、はい、鴨方ですね、はい、そちらも以前2度ぐらいお邪魔したんですけど、はい、そちらのお店と系列店なので、はい、系列です。すごい親近感を湧いた。ありがとうございます。あと後になって気づいたんですけど、いろんなお店いただいてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。